やはりね、プロなんでね、まあ、こちらドンキで購入してきましたね。こちらね、コーヒーメーカーでね、ぜひね、コーヒー作ってください。ドンキで1980円だったんで、あ、これぜひ活用していただいて。大人も子供も姉様、ごきげんよう。ワールド。はい、ということで、たぬき始めての一日がスタートいたしましたということで、今回なんですけども、なんかね、あの、喫茶ハトの巣のマスターから僕の方に電話がありまして、で、新しいね、まあ、喫茶店を作りたいと、話だったんで、作ろうかなと。まあ、どういう喫茶店が作りたいのかってのはちょっと聞かないといけないからね、直接会って。そういうとこちゃんとしてんですから、しっかりしてますよ。おうおうおうおめえよ、喫茶店作りてんだってな。あとでちょっとおめえ、学校の校舎裏来い。実は聞いていただきたいことがありまして、新しい家を建ててみたいと思っているんです。いかがでしょう？いや、その相談しか来ないでしょう。ねえ、ハウジングに来る相談ってその相談でしょう、基本的に。任せて任せて、お任せしますってことね、任せとけ。ありがとうございます。まあ、ちょっと今回真面目に考えようかなと思ってまして、やっぱね、喫茶店をやるにあたって、結構ね、駅地下が一番いいと思うんですよ。駅に近い方が、やっぱ客って来るじゃん。やっぱここに住って、やっぱ喫茶店っつったらさ、やっぱ秋葉っしょ。はい、こちらになります。ここですね。あなたの仕事、楽しみにしてます。ありがとうよ。まあ、ここの立地、あそこ分かるでしょ？あそこにいろんなお店が見えるんですよ。で、駅地下。ねえ。駅っていうか線路に近すぎてさ、ちょっとやばいことになりそうだけど。騒音問題は勘弁してちょって感じ。で、まあ、今回喫茶店ってことなんで、まあ、マスターがどういう喫茶店を求めてるのかっていうのを僕もね、いろいろ考えたんですよ。小一時間ね。考えたんですけど、やっぱたどり着いたのは、メイド喫茶。マスターさ、メイド喫茶始めちゃおうよ。作ってあるから。任せとけ。まあ、やっぱメイド喫茶って、まあ、やっぱいろいろね、まあ、疲れたご主人様たちが、まあ、帰る場所じゃないですか。ってことはかなりファンシーにしようかなと僕も思ってるんですよ。メルヘンチックな、ね、スイートなガーリーなやつ。まず橋はね、これメルヘンな橋。いや、最高じゃないですか。いや、メルヘン。ということで、お庭の方が完成いたしました。いや、やっぱね、お庭ってもうそのお店の顔じゃないですか。だから、やっぱお客さんが来た時にね、不快感がないような、外観にしておきましたので。ね、見てください。まずこのメルヘンな橋を渡ると見えてきましたね。メイド喫茶ハトの巣が、いや、これね、今回はね、まあ、溶けた綿飴って感じで、まあ、最近ね、まあ、こういうの原宿とかで人気な感じの、まあ、スタイルを取り入れました。いや、もうプロなんで、で、こっち見てください。これメルヘンな時計とかで、ここのねベンチ、これがミソなんですよ。これはメイドさんと一緒にチェキが取れると。で、一回500円ね。で、チェキが取れる。一緒に座ってね。まあ、そういうのもちゃんと考えてるんで、経営のことも。で、こっちの方はね、あんまちょっと見せてほしくないですけど。まあ、メイドさんも、まあ、スーと思われるんで、喫煙所を設置してたんで。不快感がないような、外観にしておきましたので、ここに喫煙所に。ちょっと汚いんですけど、ちゃんと消火器もね、置いてあるんで。まあ、何かあっても、万が一があっても安全だと。で、まあ、この、空き缶の中のね、ものを全部こっち捨ててもらえれば、処理も簡単なんで。まあ、一応ここは喫煙所なんで、まあ、お客さんも使ってもいいですけど。まあまあ一応ね、配慮しましたと。はい、ということで、じゃあね、次は中の方、ね、見ていきましょう。はい、中このような形になっておりますね。まだちょっと家具の方、運び入れてないんですが、実は今回こちら、2部屋ございますと。まあ、マスターの、まあ家が欲しいって言ってたんで、まあここを自分家のね、住居にしてもいいんじゃねえかなと思っておりますね。じゃあね、ささっと作っていきまっか。はい、ということで、このようにね、レイアウトし終えました。やっぱね、メイドキストということで、ピンクを基調とさせていただきました。ね、これもね、やはりね、私が目指すべきメイドキストの一つなのではないでしょうか。でね、メニューの方もね、こちらにココナッツジュースだったりとか、まあ、オムライス、定番ですよね、オムライスだったり、あとね、フグ刺し。ね、まあ、こういうメニューも取り扱っていると、これ新しくないですか。ね、頑張ってくださいね。で、メニューの方なんですけども、まあ、メニュー表ってのがね、うちにいいのなかったんで、まあね、潰れた寿司屋の方からこのようにメニュー表いただきました。ね、こちらでメニュー見ていただいたりとか、あとなんと、こちら、ね、某有名、数字のね、アイスクリーム屋さんからいただきました。ね、こちらと、まあ、こうやってね、メイドさんならではのこういう飴だったりとか、まあ、あちらにね、フローズンドリンクのね、
まあ、ジュースバーみたいなのもご用意してますし、でこちら見ていただけば分かる通り、あちらにね、まあ、今月の、まあ、人気メイトさんが貼られてると。ちょっとね、一人ね、野郎が混じっちゃってるんですけども、まあそこはね、しかとこいていただいて。で、お客様は昔喫茶店をやられていたという情報がここのボードに書かれておりまして、やはりね、プロなんでね、まあ、こちらドンキで購入してきましたね。こちらね、コーヒーメーカーでね、ぜひね、コーヒー作ってください。ドンキで1980円だったんで、あ、これぜひ活用していただいて、サービスでございますね。サービスですよ、1980円サービスで。あれがね、メイドさんが着るね、メイド服ですね。いや、可愛らしい。だと一応ここにも喫煙所を用意しといたんで、ここぜひとも、ここ喫煙スペースなんでね、空き缶も用意しといたんでね。で、お客様の居住スペースなんですけども、これに関してはね、非常に申し訳がない。トイレ作るの忘れてたんで、もうお客様の居住スペースでトイレにしちゃいました。申し訳ございません、本当に。これに関してはね、うちのミスでございます、申し訳ございません。まあでもね、ちゃんと綺麗なトイレにしてますし、お客様が一応ね、寝れるようにここにベッドも用意しといたんで、まあこのように快適じゃないですか、夢の個室ね。まあ男ならね、この夢の個室持ちたいんじゃないでしょうか。で、一応こちらの、まあ、便器の間と間ね、仕切りがなかったんで、仕切りご用意させていただきましたね。ちょっとまあ、プライバシーっていうものは一旦置いといていただいて、まあ一応ちゃんと仕切らせていただいたってね、これでお客様同士のトラブルなども起きないかとは思います。ということで、こちらのね、メイド喫茶、ハトの巣、いかがでしょうか？できましたか？これで完成よ。ありがとうございます。それでは確認させていただきます。なんか、点々点がな、ちょっと不服そうだもんな。マスター様、メイド喫茶、ハトの巣。いや、素晴らしいじゃないですか。いや、こう見てもお客様呼び込んでおりますね。ね、いや、素晴らしい、素晴らしいね。お客さんがどれだけ来るのか楽しみだな、本当に。ね、あ、やっぱアイスの方気になっちゃいます？そちらね、かなり電気代食っちゃうんですけど、しょうがないですね。これに関しては。ただめちゃくちゃはけるんで、アイスは。はけます、はけます。アイス気になりすぎでしょ。どんだけ電気代気にしてんのよ。大丈夫、大丈夫。あ、アイス冷めてんだ。ね。気になっちゃいますよね、そりゃアイス。ちなみにね、テーブルの方に椅子は置いてないんです、ございますけども、まあ、お客様の方にはね、空気椅子で、我慢していただいて、ね、そう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 、健康に気使ってですよ。いや、いいじゃないですか、ここで、ほら、すごいね。まあ、ちょっと、立地的にはね、秋葉原なんで、ちょっと狭いスペースになっちゃうんですけども、しょうがないですね。いや、快適、ほら。ほら、快適じゃないですか。これが男の城ってやつですよ。本当に。お客様ね、満足するんで、ね。全然お客様が、まあ、トイレに入ってる時でも、まあ、全然仮眠取ってもらって構わないんで。ほらほら、そこも座れるんです。なんとなんと椅子になってしまうと、すぐ手も洗えますし、最高じゃないですか。ね、用を足したい時も、完璧じゃないですか。こんないい家持ってるなんてなかなかないですよ、生きてて。やっぱ男といい。また寝るんだ、男はね、やっぱこのような自分だけのね、まあ、城っていうかね、こういうプライベートスペースがないとダメなんですよ、男は。庭も、そう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 、それで、ね、写真を撮っていただきたいね、メイドさんとお客様のね、思い出をここで作ると。これお客様も喜ぶんじゃないでしょうか、本当に。そっち、まあ、喫煙所ですけど。まあ、そこはちゃんと隠してあるんで、ね。まあ、そこには目をつむっていただいて、こちらを見ていただければ、素晴らしいですよ。まさに、陰と陽。いやーね、こんなね、素晴らしいメイド喫茶、秋葉に持ってるなんて、なかなかないですよ。生きていて。男はね、やっぱメイド喫茶に憧れてしまうと、一度は。それをね、叶えられたんだから、素晴らしい人生じゃないですか。羨ましいな、本当に。ここからね、マスターの新たな人生が始まると、そのご支援ができて本当に嬉しいですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。思っていた以上に素晴らしいです。任せろ任せろ、メイト喫茶ならそうそう任せろ。また任せます。
お願いさせていただきます。まあこれから呼び込み頑張ってくれや。いやいや今日も素晴らしい店作っちゃったわ本当に。ねえ繁盛すること願っておりますわ。今日も一日ありがとうございました。ピピン。親愛なる同志諸君、動画の視聴誠に感謝する。未だチャンネル未登録の者は左のシンボルアイコンよりチャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り小荒津ゲームショーは YouTube に存在し続けることをここに宣言する。